けず嫌いな性格です。基本的に勝負ごとは負けたくなくて、負けてしまうと何回もやりたくなってしまいます。はい、まあ、アスリートらしくはないんですけど、初めて揚げ物に挑戦して唐揚げを作って得意になりました。はい、試合前にフットネイルをするのが習慣になってて、でよく倖田來未さんが好きなので、倖田來未さんのネイルを参考にしたりしてやってます。自分の好きなところは結構世話好きなところというか、妹が近くにいるので妹の世話とか、まあ、ご飯作ったりとかだったりとか、あと後輩のトレーニングを見るのが好きだったりとか、嫌いなところは負けず嫌いなところというか、負けず嫌いすぎてそのギリギリな勝負も嫌いなので、負けそうかなって思うことは最初からやりたくなかったりもするので、ちょっと難しいところなんですけど、そこが嫌いです。電気圧力鍋が欲しいです。簩単にいろんな料理が作れるので欲しいなと思ってます。はい、多分なんですけど、まあ、おそらくバスケとかを団体競技やってたんじゃないかなって思って、まあ、それが何でかっていうと、お父さんがレスリングの前に高校の先生で、お父さんがでバスケ部の顧問をしていて、でその部活をちっちゃい頃に見に行ったりとかしてて、割と身近なスポーツだったので、もしレスリングじゃなかったらやってたかなと思います。休みの前の日に食べるスイーツです。甘いものが好きなので、それを楽しみに練習を頑張ってます。コンビニなんですけど、ローソンのなんかミチプって知ってます？固めのプリンなんですけど、それが美味しくてハマってます。スマイルスポーツ読者の皆さん、こんにちは。東京2020オリンピック女子レスリング57キロ級代表の川井梨紗子です。レスリングの魅力は最後の1秒まで勝敗がわからないところなので、最後の1秒まで目を離さず見ていただきたいなと思っています。オリンピックでは2連覇がかかっているので、いい結果で終われるように一生懸命頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。